った×飯山シリーズでご紹介している飯山あかりさんと日本保守党のあれこれ。飯山さん側は連日批判を展開していますが、保守党側はカウンターを打てる部分を見つけてはついて引くヒット&アウェイ戦法を展開しています。そんな中、保守党が割と致命的にやばくねという情報が出ました。日本保守党はエセ保守、女性女系天皇も OK、 日本保守党に騙されないでという飯山あかりさんのライブから引用します。分数が書いてあるところはすべて約となります。1分、保守党は本当に保守なのかを検証する。4分、8月14日の朝8で有本さん、武田恒康さんが高等5時が1丁目1番地と宣言する。9分、女性天皇は女系天皇へつながるため危険と武田氏が提唱している。11分、保守党のホームページに公約がない、具体的な政策がない。14分、例えば憲法9条改正をどう改正していくのかなど記載がない。候補者時代にその点を聞いたら、大丈夫、うち知り合いが多いからうっかり通っちゃったらその後考えればいいと返答があった。17分、武田恒康さんはワンポイントリリーフの女性天皇も危険としているが、代表の百田氏は NHK アンケートに回答なしとしている。河村氏も回答なし。有本氏、島津氏に至っては無回答。伊藤氏、武田氏、麻生氏は女性天皇に賛成している。服部氏は女性だけでなく女系天皇も賛成している。23分、小坂氏、広沢氏がツイッター上で対応を発信。26分、服部氏は女性女系天皇、原子力、選択的夫婦別姓、クォーター制、修正していることをNHK のホームページにて差分が公開されている。12項目リベラルな回答であるためミスとは考えられない。33分、服部氏は公募したのか、完全リベラルの人を公認したのか、厳選日本から借りたのか。36分、自民党は右から左までいるからダメだったのでは。41分、河村氏は比較三原則を維持すると回答している。緊急事態条項、夫婦別姓、同性婚を回答しないとしている。麻生氏も緊急事態条項を回答していない。河村氏の回答しないという態度にものすごく変なものを感じる。保守の理念を共有していないのではないか。46分、百田氏は保守じゃない宣言もしているが、保守党代表、保守は票になるし金になるから保守党をやっているのではないか。47分、百田氏、1割の善良なバカを騙せば国会議員になれる。党員の皆さんも私もバカでした。百田有本さんに騙されました、とのことでした。保守党の政策に具体的なものがないというのはよくある批判です。その原因はいろいろ考えられますが、その一つは今回の選挙アンケートで炙り出されたように感じました。政策の統一化です。日本保守党の南関東ブロックの候補者名簿5位の政策アンケート内容がひどい内容であるのが公開されています。おそらく手違いがあったものと思われ、執行部から明確な対応がなされるはずです。当然のことながら、私も保守党も男系男子の高騰をつないでいく主張は何ら変わらないことを明確に申し上げます、とのことでした。保守以外すべて悪い考えということではないとは思いますので、ひどい内容という表現がどうだろうかと個人的には感じました。保守党が普段訴えている内容とは大きく乖離しているとは思います。この状況に広沢氏が対応しました。お詫びと訂正、比例南関東ブロックで立候補した服部徹さんが NHK アンケートに保守党の方針と違った回答をした件につき、本人に事情を聞いたところ、比例候補なので当然党の方針通りに回答すべきところ、小さいスマホ画面で急いで回答したため入力ミスをしてしまいました、とのことでした。つきましては NHK に修正を依頼し、近々修正される見込みです。以上ご報告申し上げます、とのことでした。このように発表されましたが、飯山さんの言う通り、入力ミスとは考えにくく、党の方針と自らの考えの違いが明確に出てしまったものと考えられます。比例候補でなければどうなっていたんでしょうか。小坂氏や百田先生がフォローします。本人に確認した上での執行部からの政策説明は以下の通りです。ご心配をおかけしましたが、日本保守党は形式を守り引き継いでいく軸を持つ政治団体であることをこの機会に改めて明確にしておきます、とのことです。執行部からの説明、なんとも政治家らしい答え方だなと感じてしまいました。女性天皇の、女系天皇の、選択的夫婦別姓の、比較三原則の、原子力発電廃止の、と、党として模範回答を明確に答えれば良いのではないでしょうか。いくつものメディアから寄せられたたくさんのアンケート用紙、またやたらと項目も多い、そらミスもするわ、わしなんかめんどくさいから、いくつかのアンケートはほったらかしたまま、とのことでした。アンケートは多くの方が目にします。比例区で出馬される方にとってはある意味街頭演説よりも重要な位置づけに感じますが、気のせいでしょうか。このアンケート問題に関しては有本さんも広沢氏の発言をリツイートしていますが、ご本人のツイートはなさそうでした。
飯山さんのライブに戻ると、今回一番言いたかったのはここではないのかなと思います。47分のところで、百田氏が、1割な、全力なバカを騙せば、国会議員になれる、と言っていた。党員の皆さんも私もバカでした。百田有元さんに騙されました。この部分ではないでしょうか。飯山さんが騙されたというのは理念なのか、条件なのか、事情説明と現実の違いなのか、わかりませんが、様々な要素が複合的に絡み合ってのもののように感じました。飯山さんはもともとツイッター運用はブロックを多用していました。ライブへの批判コメントがあると、アンチと断じてブロックするなど微妙に感じる点もありました。飯山氏とのトラブルや自益そば発言、15区候補者討論会で首をかしげる態度など全くついていけない部分もあります。しかし、東京15区での2万4000票もの得票や、審議はともかく保守党の不可解な部分へのアンサーを発信するなど、衝撃を受ける言説も数々あります。百田先生が選挙後に飯山さんに関して暴露すると発言していることから、今後飯山さんと保守党の関係がどうなっていくかはわかりませんが、関係が好転する未来は全く見えなくなったと感じます。健川くんは飯山さんにも百田さんにも有元さんにもブロックされてるよね。また一つお利口さんになったな。チャンネル登録お願いします。明日から本気出すから大丈夫。まだまだ輝いてみせよう。早手が増えています。